今回のお話はルナムーンから世界を救おうとする神道寺、呪いのせいでおかしくなってしまった葵、そこに現れたのは未来の葵ちゃん。果たして神道寺は世界を救うことができるのか。この動画が面白そうと思った人はチャンネル登録と高評価をしてね。それでは本編スタート。よし、これで数学の授業終わりだ。お前ら予習しとけよ、来週テストだからな。はーい。はーい。うお、やっと授業終わった。はあ、来週テストか。ガチ？数学全然わかんないんだけど、わかる？葵ちゃん。あー、もう1、2、3までだったらわかるよ。1、2、3、お前指より少ないやん、それ。うん、せめて10はいけるだろ。ちょっと難しいかな。難しくねえよ、嘘だろ絶対。お前そうやってあれだ。あー、分かった分かった、本当は勉強してて当日テストめっちゃできてて俺のことバカにするってやつだ。うん、そうだよ、よく気づいたね、おめでとう。うん、そうだよじゃねえよ、ムカつくな。エヴァンゲリオンじゃねえんだよ。おめでとう、ありがとう。おめでとうじゃねえんだよ。おめでとう。ねえねえしんちゃん、どうせ暇でしょ、放課後も。暇じゃねえよ、パルワールドするんだよ帰って。あれ、もしかして青よりハマって仕事してないって、もっぱらの噂ですが。何のことだったかな。いや別にそんなやってないけど、別に放置してるだけだし。なんかすごい勢いで発展させていて、ログインするたびにびっくりしているのですが仕事はしているのでしょうか。してます、してます。あー、そんなことに帰ってなんか仕事でもしよっかな。しんちゃん、そんなあなたに朗報です。え、なになになに。実は、うん、この2日間で新薬を完成させてしまいました。またかよ、いらねえなその情報。いや、それがね、超使える薬なんだよ。しんちゃん来るでしょ、おかけに。え、なになになに、どんな薬、ちょっと気になるけど。いや、ついてからじゃないと言えないな、どうしよっかな。でもしんちゃんなんか家帰って仕事するみたいだからな。待って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 、気になるんだけど。でもさ、なんか変な薬の実験体じゃないよね。違うよ、ちゃんとした薬だよ、ちゃんとした薬。それ俺にとってメリットがあんの？メリットしかないよ。マジ？髪の毛ツルツル？いや、そんなもんじゃないってしんちゃん。気になるんだけど、じゃあ早く早くおかけ行こう。早く行こう、行こう行こう行こう。やったやった。ねえしんちゃん、何の薬だと思う？頭が夜くなくなる薬とかどう？頭が良くなくなる薬？違う、頭が良くなる薬とか。頭が良くなる薬ってことは、いっぱい生えてくるってこと？ちげえよ、ハゲ薬のことじゃねえよ。もういいから早く行けよ。頭がいっぱい生えてくる薬か、楽しみだな。いや違う、ケロベロスじゃねえんだよ。ちげえわ。よし、じゃあしんちゃんこっちだよ。ないないない、どんな薬？なんとですね、うん、眠れなくなる薬を作ったのです。眠れなくなる薬？寝なくてもいい薬を作ったの。それやばいんじゃない？大丈夫？だってもし寝なくても良くなったら一生パルワールドできますが。確かに、ずっとゲームできるってことか。寝なくてもいい体にできるということですよ、しんちゃん。じゃあちょっと飲みたいかも、それ。天才的な青い様って言ってくれたらいいよ。俺が？うん。恥ずかしいな、さすがに。誰も見てない？うん、見てない。あ、一応閉めとこうか。一応閉めとく。うん、じゃあ行くよ。うん、うん、はい。天才的な王様。なんか思ってたのと違ったからいいや。なんだよお前、ふざけんな、言わせておいて。もう早くよこせよ。じゃあこれでも飲んで待っててよ。オッケー、わかった。おっぱいレベル4。やだよこれ。やだよこれ、どっかで見たなこの薬。ダメか、ちょっと待ってて。じゃあダメだろお前。確かこの辺にあった、あった、これ。あった？はい。お、寝なくなる薬、これガチなの？うん。ちょっと飲んでみるね。うん、
おお。うわー臭そう。いや臭そうってでもまだ分かんないな。まあ、夜さ眠たくなくな ならなかったら成功ってことね。なんでなら成功です。オッケーオッケーオッケー。あ、うん、じゃあこれこのおっぱいレベル4は返しとくか。ちょっともう あんな経験したくないから。あ、分かった。じゃあ誰かが飲むかもしれないからここに入れとくわ。うん、ちょっとそれは返しとくね。じゃあしんちゃん結果が出たら教えてね。分かった。よし、これでゲームしまくるぞ。じゃあおいちゃんも帰る？うん、青はちょっともうちょっとおかげでやることあるからさ、先帰っててよ。なあ、分かった分かった。ありがとう葵ちゃん。うん、バイバーイ。よっしゃー、これでパルワールドやりまくるぞ。楽しみだな。今日は徹夜でゲームしまくるぞ。楽しみだな。何のパル育てようかな。この世界は間もなく滅びる。え、何？え、なに、怖い怖い、なに、うわぁ、なにあれ、え、月、え、なんか月に顔がついてるんだけど、え、この世界はルナムーンの呪いによって間もなくリセットされる。え、どういうこと、何言ってんだ、あの月、あの月が喋ってるよね。え、あれ、なんか、え、顔面のついた月があったよね、あそこに。え、普通の月だ。待って、もしかして葵ちゃんの薬のせい、変な幻覚見えちゃってんのかな。あいつ変な薬飲ませたんじゃねえだろうな俺に。まあいいや、家に帰ろう。怖かった。次の日。やばいやばい、遅刻したんだけど。まずい。あ、先生おはようございます。すいません。お前いつも遅刻してんな。あ、いや、そうですよね、すいません、申し訳ないです。いや、起きてたんですけど遅刻しちゃいました。言い訳ばっかしてんじゃねえよ、このクソガキがよ。え、クソガキ、こっちの身にもなれっつんだよ。え、早く来いよ。え、先生、え、なんか怒ってたな。なんかいつもより怖かったんだけど。え、いつもあんなに優しいのに、なんで。おはよう、おはよう、おはよう、セーフ、セーフ、セーフ。声でかっ、うるせんだよ、ちいちよ。え、あ、あおいちゃん、あのさ、昨日の癖ありがとう。全然眠たくなくならなかった。は、何言ってんのお前、気色悪いな。話しかけてこないでくれる。え、話しかけてくんの。え、待て、いいって、そういういつものいじりはさ。いや、すごいよ、本当に寝なくてよかったんだよ、一日中ゲームしてた。え、話しかけないでって言ってるよね。お前の声耳障りなんだけど。どういうこと。え、え、なんか、え、なに、あいつ学校来てんだけど、キモ。また遅刻してんのかよ、あいつ。やばー。てか、今だけ王冠なんてキモいよね。声でかー。赤髪とかダサくね。何？何よ、王子って。キャラ作り必死。何、みんなどうしたの？え、どうしたのみんな？早く帰れよ。死ねばいいのに。それね。え、どういうことみんな？なんだよ、それ。はあ、みんなどうしちゃったんだろう。え、またあの月か。もうじきこの世界は終わる。ルナムーンの呪いに苦しめられ、みんな死んでいくといい。またなんか言ってるよ。なんなんだあの月。はあ、どうしちゃったんだろうみんな。俺いじめられてんのかな。はあ。お、そこの君。え、そこの君。はい。あ、あれ、だ、誰ですか。え、もしかして君。はい。ルナムーンの呪いにかかってないのか。ルナムーンの呪い。ああ、あの月が言ってたやつですか。そうじゃそうじゃ、君、え、目が赤くないの。あ、はい、どういうことですか。今みんな
目が赤いと思うが、あ、みんな呪いにかかっておるんじゃ。確かに葵ちゃんと先生の目赤かった気がする。あ、でめっちゃ怒ってたんですよ。そうじゃ、それじゃ、それがルナムーンの特徴じゃ。そうだったんですね。ってことはあいつのせいってこと？そういうことじゃ。もうじきこの世は終わってしまうからの。終わる、世界が終わるっていうか、 あんた誰なんですか、いきなり来て。私はこのルナムーンを研究しているドクター X じゃ。ドクター X？ 私は幸いメガネをしておったから免れたんじゃがの。ああ、そういうことなんですね。なぜ君は赤くなっておらんのじゃ。え、なんでだろう。確かにみんな目赤くなってた気がするけど俺だけなってない。これは興味深いの。ルナムーンの呪いは一種の昏睡状態にあると私は考えておる。なるほど、昏睡状態。ルナムーンの呪いはおそらく人々が寝ている間にかかってしまったんじゃろう。寝てる間。あ、わかった、そういうことだ。俺友達から寝なくてもいい薬をもらったんですよ。で今全然眠くないんですよ。昨日から一睡もしてないんですよ。ああ、それじゃそれじゃ、君はきっと一睡もしてないから呪いにかかっておらんのじゃろう。なるほど、そういうことだったのか。え、じゃあみんなを呪いから解放する方法はないんですか？それは無理な話じゃ。呪いがなくなる頃にはこの世界は滅びておるじゃろう。え、世界が滅びる？え、待って、あいつの言ってることは本当なの？ああ、本当じゃ。あいつは間もなくこの世界に降ってくる。降ってくる？そうじゃ、だんだん近づいてきているじゃろ。確かに、だんだんこっちに向かってきてる気がする。じゃあ、もう人類を救う方法はないんですか？さよう、もう人類を救う方法は一つもない。まあ、君は残りの人生を楽しむんじゃぞ。さらばだ。待って、ドクター X！ 残りの時間楽しみって言われてもどうすりゃいいんだよ。よし、このままくよくよしてもしょうがない。もう一回葵ちゃんと話してみよう。よし、葵ちゃん家に行こう。急げ。葵ちゃんいませんか？なんだよ、うっせーな。あ、葵ちゃん、ねえ話聞いて。お願い早く。またお前かよ。ねえ、葵ちゃん、世界が滅びるってどうにかしないと。いや、何言ってんのお前、気持ち悪いな。ストーカーじゃねえんだからうちまで来んなよ。ほんとだって、月にね、顔があるの。顔が。はぁ、何言ってんのお前、気色悪い。もうほんとに。ねえ、葵ちゃんおかしくなってるんだよ。葵ちゃん知らねえよ、おめえだよおかしいの。帰ってくれ。もうダメだ、ルナムーンの呪いで何の話も聞いてくれない。どうしたらいいんだよ。バカな人間どもへ、私の呪いは絶対に解けない。またあいつか。もう本当にこの世界滅んじゃうのかな。そこの人間よ。え？話しかけてきた？なんだよ、ルナム！アオイちゃんたちを元に戻せ！この呪いを解きたかったら、お前の一番大切な人の命を私に捧げてみろ。そうすればこの世界から身を引いてやろうじゃねえか。大切な人の命を捧げる？そんなことできない。だって俺の大切な人はアオイちゃんだもん。葵ちゃんの命を捧げるなんて絶対できないよ。だったらこの世界は滅びる。くっそー、あいつ言いたいこと言いやがって。でも絶対に大切な人の命を捧げないぞ。くっそー、一体どうすれば。はぁ、やっと過去に戻れた。え、誰？葵ちゃん？ん？ああ！過去のしんちゃん！え、過去のしんちゃん、どういうこと？あーはね、未来から来たんだ。未来から来たの？しんちゃんが世界を滅ぶ選択をしてくれたおかげで、あーがここに来れたんだよ。え、ちょっとよくわかんないけど、未来があるってこと？そう！
未来はあるんだよ。しんちゃんがあの月に青を捧げなかったから未来ができたの。でもあの月こっちに向かって落ちてくるから世界は結局滅んじゃうんじゃないの？俺は一体どうしたの？しんちゃんよく聞いて。あの月はね、しんちゃんが青を捧げても捧げなくても世界を滅ぼす気でいるんだよ。そうだったんだ。ってことは俺はあいつの口車に乗せられようとしてたのか。でも俺にはどうすることもできないよ。しんちゃんにしかできないことがあるの。あのルナムーンはね、人間の強い感情に弱いの。人間の強い感情？ルナムーンはね、人間の負の感情が集まった集合体なの。だからしんちゃんの大切に思ってる人への気持ちをあの月にぶつけてみて。俺が大切に思ってる人への気持ちをあの月にぶつける？じゃあしんちゃん、あとは頼んだよ。ごめん、青。え？タイムマシンのバッテリーが切れちゃうから未来に帰ってるね。え？待って、葵ちゃん。あー、消えちゃった。待って、あの月に向かって俺の感情ぶつければいいのか。よし、俺は葵ちゃんのことを大切に思ってる。家族のことも学校のみんなも大切に思ってる。だからこの世界が滅んでほしくない。何を言ってる人間、やめろ。それは負の感情ではない。俺は葵ちゃんたちが大好きだし、これからもずっと仲良くしたいんだ。だから邪魔すんじゃねえ。やめろ。俺はみんなのことが大好きなんだ。月が消えた。あの顔面の月が消えたぞ。よかった。でも葵ちゃんたち元に戻ったかな。確認しに行こう。葵ちゃん、葵ちゃん。なんだよ、うるさいな。そんなに叫ばなくても聞こえてるよ。ね、葵ちゃん元に戻った？何言ってんの？え、声が赤くない。別に充血してないよ。しんちゃんこそ大丈夫？目充血してるよ。あー、よかった。でも本当によかったよ。しんちゃん何泣いてんの？気持ち悪いな。ねえ、そういえばしんちゃんさっきさ、なんかすごい恥ずかしいセリフ叫んでなかった？葵ちゃんのことが大好きなんだみたいな。いや言ってないよ。なんかすごいさ大声でさ、近所迷惑だからやめてよね。いや言ってない、そんなこと言うはずないじゃん。まあ気のせいか。あ、ねえ、そういえばさ、あの薬飲んだんだよね。どうだった？すごかったよ。全然眠くなくてさ、ゲームしまくりだよ。あ、ねえ、でもさ、そういえばね、副作用でね。副作用？うん。副作用あんの？副作用でお尻がすごく大きくなる副作用があるんだけど、大丈夫？大きくなってないか。大丈夫だ。あ、よかった。待って待って待って、大きくなるってこと今から？うん、じゃあね、青寝るから。 おやすみ。バカ、ふざけんな。そんな、世界を救ったのに。